東京都は今日、新型コロナの感染者が新たに2329人確認されたと発表しました。先週の水曜日より314人増え、5日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。重症者の報告は7日連続ありませんでした。1人の死亡が報告されました。